身のファンの皆さん、こんにちは。エンジェルおじさんと一緒にキッチンへようこそ。今日はシェフのダビド・ムニョスでダイバークソのベーコンサームを作ります。大量骨付きベーコン 500g、生姜 100g、チャイブ2個、アイスバーグ、レタス1個 100ml、メープルシロップ 150ml の大豆シェリー酒1杯、シナモンスティック1本、卵1個、レモン汁1個、グリーンマスタード大さじ1、大さじ1、ピクルス、粉砕大さじ1、ケーパーバジルの一つの絵、白ワイン1杯、酢1杯、ホットパプリカ大さじ1、1ダースのムール貝、コリアンダーの一つの枝、1.5 リットルの水、塩とオリーブオイル、チャイブを切る。キャセロールを入れます。生姜を切る。醤油、メープルシロップ、シェリー酒を加える。シナモンスティックと1リットル半の水。沸騰させてベーコンを入れます。再び沸騰したら、数分置いて、蓋をして取り外します。その後、オーブンで100°で4時間調理し、涼しい場所で12時間休ませます。ベーコンを取り出し、皮を下にしてトレーに置き、こうします。冷蔵庫で休ませて、冷蔵庫で休ませて、白ワインを1杯追加します。開いたら45インチのままにし、カバーをして取り外します。冷めたらシェルを外します。ムール貝から水を節約します。ニンニクを炒めるマリネを用意します。ニンニクを炒めるマリネを用意します。焦げ目がついたら、唐辛子を加えます。トマトソース大さじ1。アップルサイダービネガーのグラス半分、白ワインと塩の半分。厚みのあるテクスチャに縮小。きれいにしたムール貝に負担をかける。予約します。濃厚なマヨネーズを作ります。みじん切りのピクルス、ケーパー、グリーンマスタードを追加します。刻んだバジル。混ぜます。包帯に切りましょう。まず皮の部分を炒めます。よもが茶色。ベーキングトレーに置きます。皮を焼くパート5コート。レタスを用意します。
植えました。ベーコン、ムール貝、マリネ、タルタルソースを入れます。植えました。あなたがそれを好きで、より多くのレシピを見たいならば、